Youth in the Futaro。 え、元出んの？いやもう全部が取れ高やから。あ、そうですか。来ました、はい、ちょっと今日ね、年末なんで、ちょっと焚き火でもしながらちょっと喋ろうかなというのでね、トークライブ、そうですね、そうですね、キャンプ場に来たんですけど、あの服部緑地公園というところに今日は、はいはい、お邪魔させてもらってるんですけど、これ場所がね良くて、そうやね、あの大阪から市内から地下鉄で20分ぐらいで来れるんで、ちょっとねガチキャンプ場じゃないんで、そういうガチ設備みたいなのはないんですけど、直火もダメなんで、ただねこう家族層とかファミリーが多いんで、雰囲気がねめちゃめちゃいいですね。手軽に焚き火とかバーベキューできるみたいなね、うん、そうですね、あんまりねこう酒飲んで暴れるみたいな人もちょっと少ないんで、いやなかなかいいですね。ここは酒飲んで暴れそうな見た目してるけど、そうですね、今日一番酒飲んで暴れそうな見た目してる、見た目してますね。じゃあ早速準備しますか。準備と見せかけてその前にロケと言ったらコーデチェック、はい、そうですね、我々ファッション YouTuber ハシクレですから、はい、二郎さんはこんな感じです。ハンティングジャケット、そうなんです、これはちょっと新調しまして、もうちょっとキャンプの前に急いで古着屋で買ってきたんですけど、サイジングがねめっちゃ良くてちょうどやなと思って、うん、これ LLB のやつなんですけど、おーライナーも付いてて、これ取り外し式の、おーめっちゃお買い得やなと思って。古着なんですか？古着です。今中はスウェット、ループウィラーのスウェットとリーバイスの501、あとは靴ダナーですね、はいはい、こんな感じでもうザーキャンプみたいな感じで。なんすかそれ。いや、仕事、午前仕事やったから。仕事でもおかしいやろ。いや、けどいや、おかしくはないよ。いや、もうそんな、ね、カウントドア仕様に行きます。生着替えですか？生着替えです。そんなバリバリのからいけんの？いけるいける。あ、それは伝説のヴィンテージタックルで紹介しました、マックスカシフ、バキバキ、おお。フィルソンです。なるほど。え、ワイシャツはそのまま？ワイシャツはこのままボタンダウンシャツということで。なるほど、まあ、クラススポーツっぽいでしょう。レトロですね。でこのままやったらちょっと焚き火の時スラックス燃えちゃうから。そうですね、キャンプ場で生着替えする？もともとな、ジーパンっていうのはズボンの上から履くズボンやって。そんな行く？ブーツの上から行く？あ、やばい、これ通らへんわ。お、行った。よかった、で、仁村英二が恥かかんで済んだ。いや、いい感じにこれ、小島ブルー出てきてるやろ。あ、それ小島ジーンズ？はい。うわー、大レトロ野郎。これでレッドウィングなんで。大レトロっすね。あ、それっぽくなってきましたね。ホイヤーですね。お、はい、ったらね、キャンプと言ったらなんすかそれって。いや、なんか赤い要素欲しいやん。いや、火があるからいいですよ、それは。いやいやいや、赤のバッファローチェックか、赤いバンダナは必須。どうも、イフトエです。いつ名乗っとんねん、それ。今完成です。あ、今まではオフやったよな。なるほど。へえ。はい、こういう感じで。いや、オーレトロ野郎やね。ヒルソンに、うん、アランニットに、うん、小島ジーンズに。なるほどね。こんな感じでいきたいと思います。はい、ほな、じゃあ薪買ってもうていいですか？じゃあ、はいよ。あ、刺されへん。あ、ちょっと待って。あ、いいんじゃないですか、そういう細いやつもいるから。あ、じゃあラッキーミス。そうね。でもいい、おーおーおーおお。あ、なんかそれっぽい音したよ。今のだけ使おう。いや、もう斧持ってハンティングジャケット着て木持ったらもう令和入られへんよ。
締め出されんの？締め出されるよ。ほら完璧やんこれ。あ、センスある。おお。硬すぎやろ。これ充電せんねん。俺らがキャンプ0歳なだけ。こういい感じの焚き火台。これ買いましたよ。ゆうこってところのやつなんですけど、一味違うのはね、この100均のね、水切りスタンド。これをね、ここに設置することによって、下に空間が生まれて、対流でね、より燃えるようになるんですよ。なるほど。これ、今日の俺のキャンプ知識のすべて。終わった。これね、炭をいただいたので、除燃剤いらずに、除燃剤いらずで、ね、いけそうっすね。初心者のアラが露呈することなく普通にもパチパチ言うてきてるもんな。それではいい服焚き火編は明日公開です。はい、どうぞ。どうぞじゃない、また明日。